レオン・イエッセルはドイツの作曲家である。とりわけオペレッタの作曲家として著名だが、日本では日本テレビ系列で放映される、キューピー3分クッキングのテーマ曲として有名な、おもちゃの兵隊の完璧式作品123の作曲家として知られる。商人の息子として、シュテティーンに生まれる。1891年からゲルゼンキル・ヒエニア、ミュールハイム。 アンデアルールを振り出しに学長としての活動に入り、その後フライベルク・やキール、シュテティーン、ケムニッツを転々とする。1896年に、クララルイーゼ・グリューネバルトと結婚。1899年から1905年まで、リューベックのビルヘルム劇場の学長を務めた後、リューベック通称連合声楽協会の総裁に、収まる。1909年に、娘、 エヴァ・マリアが誕生し、1911年よりベルリンに転居するも、1919年に離婚して1921年にアンナ・夫人と再婚した。ベルリン時代の1911年からオペレッタ作曲家として精力的な活動に転校。イエッセルのオペレッタやジング・シュピールはベルリンで初演された後、ミュンヘンやハンブルク、ケーニヒスベルクでも上演された。 分けても、アウグスト・ナイト・ハルトの台本によるオペレッタ、シュバルツ・バルトの娘は、最大の成功作で、1917年に、ベルリンのコーミッシェ・オーパーで初演された後、10年の間におよそ6000回もの公演を重ねたと見積もられており、海外では、例えば1922年に、ブエノスアイレスのコリセオ劇場の舞台にもかけられた。1973年の映画化では、 メイワーグナー歌手のボルフガング・ビントガッセンやカラヤンとの共演で知られるジャネット・ペリーらが主演している。シュバルツバルトの娘に次ぐ成功作は1921年に初演されたオペレッタ女優便局長である。自らの愛国的な見解からナチスを差し当たって好意的に見ていたイエッセルはナチスの権力掌握の後でアルフレート・ローゼンベルクのドイツ文化闘争同盟に 登録を求める。だが、ユダヤ系であることを根拠に入会を拒絶された上、その後間もなく上演禁止の浮き目に遭う。1941年12月15日に、イエッセルは、ベルリンミッテ地区のゲシュタポシレイブに召喚されて、逮捕された。逮捕の理由は1939年に、家宅捜査の際に発見された、脚本家、ビルヘルムシュテルクアに、 ビーンに送られたイエッセルの指針から伺われる。私は人と来たりとも働くことができません。ユダヤ人嫌いの先導化によって人間関係を壊されてしまったからです。おぞましい運命がいつどこで私の扉を叩くやら見当もつきません。アレクサンダー広場の警察本部の地下牢に投獄されたイエッセルは虐待を受けたために渋滞に陥り、 1942年1月4日にベルリンユダヤ人病院で死去した。ありがとうございます。